んか意外とピンクっぽくて嬉しいかも。スイッチの卵を焼きました。食べます。初めて食べるセブンのチャーハン、なんかお弁当みたいなメニューだな。キッズ絶対単独できると思ったんですよ、今年サマステで。なのに単独ができなくてめちゃめちゃ悲しい。単独だったら絶対さ、倍率もそんな倍率も高くないだろうしさ、めっちゃ当たったなと思うのに、今回マジで当たんない。ふわふわセブンのね、このね、手羽中唐揚げめっちゃ美味しいのでおすすめです。なんか定期的に食べてます。めっちゃ美味しい。なんか手羽好きなんですよね、めっちゃ。しかもね、結構入ってる。部屋着ですね。
この肉ね、国産なの。国産なのにこれで200円だったんだけど、少ない。